有機鉛化合物は炭素と鉛の化学結合を含む化学物質である。最初の有機鉛化合物は1852年にドイツの科学者カール・レイビヒによって PB、NA 合金とヨードエタンから合成されたヘキサエチルに鉛酸 p b p b 3である。これは当初テトラエチル鉛であると考えられていたが後に訂正された。鉛は 炭素と同じ第14属元素であり、原子化は4である。第14属元素の CX 結合は、周期表を下るにつれて、長く、弱くなる。例えば、テトラメチルナマリの CPB 結合は 222PM で、その結合解離エネルギーは204キロカロリー、モルである。対して、テトラメチル鈴の CSN 結合は、長さ 214PM。 帰りエネルギー297キロカロリー、モルである。これまで知られている中で最も重要な有機、鉛化合物はアンチノッキング剤として使われたテトラエチル鉛である。鉛の誘導体を得る際には、酢酸鉛や塩化鉛が汎用される。その毒性のため有機鉛化合物の使用には制限を受けるが、毒性は パラジウム化合物の10%に過ぎないと言われている。塩化鉛とクリニアール主役から得られる。例えば、メチルマグネシウムクロリドと塩化鉛を反応させると、テトラメチル鉛が生成する。これは、沸点摂氏110度、密度 1.995g マイリッポセンチメートルの液体である。また、塩化鉛にペンタメチルシクロペンタジエンの リチウム塩を作用させると鉛のメタロ線、プルンボ線が得られる。ある種の方向属炭化水素は、酢酸鉛と、旧電子方向属置換反応を起こす。例えばクロロホルム中で、ジクロロ酢酸の存在下に、アニソールと反応させると4、メトキシフェニル酸酢酸鉛が生成する。炭素鉛結合は弱く、容易に、ホモリシスを起こして、フリーラジカルを形成する。 アンチノッキング剤はこの性質を利用しており、ラジカル阻害剤として有機鉛化合物を加えている。方向属及びビニール鉛化合物が起こす典型的な反応は、三触媒によるヘテロ間解列やボロン酸とのトランスメタル化である。方向属化合物とのカップリング反応にも用いられる。類縁体である有機鈴化合物よりも反応性に富み、 立体障害の大きいビアリールなどの合成に使われる。4. メトキシフェニル三酸,酸酸鉛は嗅覚剤と反応する。2.4.6. トリメチルフェノールは方向感情のオルトくらいのみに負荷を受ける。この反応はピリジンなどのアミン排異子を過剰量必要とする。また、ラジカル補足剤の存在によって阻害されないことから、ラジカル機構ではないことが示されている。 反応機構には、アセテートのフェノールによる、嗅覚置換が含まれると考えられており、類似の反応では、中間体が単理された例もある。続く段階でくらい前天位様の反応が起こるが、これは、フェノール誘導体が、オルトイに、旧電子性を持たない場合を除く。嗅覚剤は、ベータジカルボニル化合物のカルボアニオンでも良い。カルボアニオンは、酸性のアルファ水素が、 ピリジンによって引き抜かれることによって生成する。これがアセテートと置換して CPB 結合を2つ持つ中間体が生成する。この中間体も適切な機質及び条件下では単理が可能である。第2段階は還元的脱離による CCE 結合と酢酸鉛の生成である。ありがとうございます。